こんにちは、サジです。今日はですね、Q10 っていうアプリでネットショッピングをしたので購入品の紹介をしたいと思います。それではどうぞ。あ、まず先日40歳の誕生日を迎えましたこのコメントをくれた方ありがとうございます。この間実家でお祝いしてもらって、あと旦那とご飯に行く約束をしてたんですけど、れいちゃんも一緒に行きたくって、そこがテラス席なんですよね。なのでちょっと延期になっちゃったのでまだ行ってないんですけど、近々行こうと思います1ヶ月前ぐらいに注文して、もう数日で届いたものと1週間ぐらいかかったものとあるんですけど、3週間ぐらいそれぞれ使ってみて良かったものだけ紹介しようと思います。まず1点目、はい、立体マスクの冷感タイプと、あと普通の冷感じゃないのも立体マスク買ったんですけど、まず冷感タイプは、この袋に10枚ずつ、しかも小分けにされているのですごく便利です。で、冷感がどんなものかと思って暑かったんで買ったんですけど、内側の生地がなんかツルツルしてるんですよね。なのでこんな感じ、ここから顎全部とこの鼻の付け根ぐらいまであって、ここにワイヤーが入ってます。ちょっと大きかったらここをちょっと折り曲げたりとかして調整ちょっとできる感じで、今さら立体マスクって感じじゃないですか。だけど冷感ちょっと試してみたくって買ってみました。あと普通の冷感じゃない方も一応買ったんですけど、冷感じゃない方は10枚ずつ小分けじゃなくて10枚で1袋10枚で1袋で入ってました。取りますね。でこれ、冷感なので冷たいかって言われると、中が不織布ってケバケバって言うほどでもないんですけど、しているじゃないですか。それがスベスベしてるんですね。ツルツルしてるっていうか。なので立体なので当たるとこが本当に少ないんですけど、ちょっとした時になんか、あ、冷たいかなって感じる時はあります。ただすごい冷たいわけでもないし、喋っちゃうと自分の体体温が熱くて息が熱いので全然冷たくないです。そうで、何が良かったかっていうと、このスベスベしてる生地なので、スベスベしてるんですよね。わかるか、わかんないか。そうでもとりあえずスベスベしてるので、肌荒れ、立体だから肌につく場所が少ないのと、あとマスク擦れちゃって変なこんなところにニキビっていうか吹き出物ピッてなったりとか、普通のマスクだとこの辺もついてるので、なんかこの辺とかにちょっとプチってなったりとかするんですけど、それがこっちだとスベスベしてるので、肌に当たるツルツルしたタイプだと摩擦になるのがちょっと軽減されるかなって思うんですよ。なのでやっぱ生理前後とかの肌が敏感になる時期とかはこっちの方が、冷たいとかにかかわらず摩擦が少なくて、そういうトラブルになりづらいかなって思います。でやっぱり普通のマスクと違ってこの口のところが浮いているので、化粧も取れづらいし、息もしやすいし、喋りやすいし、この形やっぱりいいなって思います。で5色あったんですけど、私は白とこの血色っていう色で、ピンクっぽいかな。で白よりもこういう方が顔色がよく見えたり、白ってすごいバンって存在感が出るので、ピンクかベージュ系の方が肌なじみしやすくって、服とかの邪魔をしないっていうので今人気なんですけど、試しにちょっと買ってみました。あとグレーを買いました。グレーはちょっと思ったより、画像で見たよりも実際着たのが濃かったです。色がピンクも血色っていう色なんですけど、思ったよりも濃かった。もうちょっ
とベージュ寄りの色かと思ったんですけど、ダメじゃないけど色が思ったより濃かったなって。このグレーもそうです。あ、分かりますよね。こっちは普通の、冷感じゃない方の同じ 3D マスクなんですけど、こっちの色で良かったのなって思って、結構なグレーでした。なんで男性の方とかこれめっちゃ良さそうですよね。あと私は別に、まあ、あのグレーとか好きなので、服装が黒めの服とか着てる時にはこっちつけたりもしてます。グレーでも、うん、本当に当たってるのがここの顎のとこにちょっとだけ当たってるぐらいで、あとここにちょっとぐらいしかあんま触れてないんですよね。喋るとここ、まあ、口が触れたりとかもしちゃうんですけど、あれ私の、あと形がこれこここうやって切れてるんですけど、白は切れてないんですよね。ここに鼻のワイヤーがあって、でピンクも切れてるんですよ。ここちょっと違いがあります。そう、でも暗い服とか、まあ、こういうグレ、これグレージュですけどの時にはこっちつけたり、ピンクも、ピンク血色っていう色です。でこれは冷感の方は50枚で1300円ぐらいだったかな。ちょっとここに出しておきますね。で これあの1色で50枚、これで50枚っていう、あの色は選べなかったです。で白も50枚で、それにあのこの立体マスクの種類を私持ってなかったんで、ここでまとめて買っちゃったんですけど、これは冷感じゃない方の同じ立体マスクなので、色も若干違うんですよね。ピンクも若干気持ち、普通の方がちょっとオレンジ寄りになってます。グレーはこのぐらいの方が使い勝手は良さそうなんですけどね。でこれも50枚50枚50枚みたいにいっぱい買って冷感は、まあ、試しに買ってみて、まあ、家族とかおばとかも誕生日だったんで消耗品なんでね、あのちょっと送ったりとかして、まあ、プレゼントもしようと思っていっぱい買いました。でその時にあの9点で買うとタイムセールとかその時々にクーポンが出ているので、あの全く同じ金額で出てる、あ今確認、今現3週間ぐらいも経っちゃったんですけど、今も私が買った金額では出てます。でもずっと一緒っていうわけではないサイトになるのでちょっと違うかもしれないんですけど、こっちの不織布のマスクは600円台でした。600円、700円しないぐらいだったかな。で50枚入りでした。でキャンペーンであのこの同じお店内で100枚ごとにプラス10枚みたいなプレゼントキャンペーンをやっていて、私結局300枚ぐらい買ったんですよ。そうなのであのプレゼントはもちろん選べなかったんですけど、グレーの普通のマスク、不織布のマスクの薄いグレー、こっちのよりちょっと薄いぐらいの普通のマスクをプレゼントで10枚で30枚もらいました。これちょっと嬉しい。色はねこのぐらい薄くて、白よりちょっと薄めのグレーなんですけど、はい、合計で30枚プレゼントもらったので嬉しいです。そうだからこの冷感マスクは冷たいからおすすめですよっていうかは、お肌にあの摩擦が起きづらい他のものより、なのでちょっとトラブル発生している時とかなりやすい方とかはこれ使ってみてもいいんじゃないかと思います。次じゃん、これおすすめ、こんな形してますけどマスカラです。こんな感じでブラシはちょっと太めなので、すごい塗りにくいっていうほどじゃないけれども、気をつけないと周りについちゃいますね。で何がいいってカール力がすごくって、これはマスカラ下地の扱いのものみたいなんですよ。これがカールキープとかがすごくって、下地で出てるんですけど、化粧の薄めな方はこれだけでも使えるぐらい
ので、これだけでも全然いいです。で、私は、逆さまつげっていうか、ビューラーしても、時間が経てば落ちてきたり、マスカラの重さでも落ちてきたりって、なかなか1日キープするって難しくって、プチプラだとキャンメイクの、下地だとか、あとはヒロインメイクのロング&カールとかも人気があると思うんですけど、使ってみてすごいいいなっていうほど上がるっていう感じじゃなくて、それを使った上にホットビューラーとかやってなんとか乗り切る感じなんですけど、これはねすごい、なんかその、ビューラーしてマスカラするとその上がったやつが落ちてこないし、なんなら手の温度でちょっと持ち上げ、完全に乾くちょっと前ってわかりますに、こうやって指の感じでこうちょっと持ち上げて温度ちょっとでも伝えると、まあホットビューラーすればいいんですけど、そうこうやってやっただけでも結構持ちます。と私今アイメイク濃くって、これじゃ見えないですよね。あ、ほらほら、まつげも短いのでちょっと見づらいかもしれないですけど、このカールすごくないですか。普通にした方がいい。そう、まつげ短いから見えないですよね。こう、そう、でもこういう風な上がってるの、なんとなく、あ、こんな感じ。そうなので、これだけでもカール上がってメイク薄い人はこれだけでも済みます。私はボリューム欲しいので、足りない時はそこからボリュームマスカラを、他のタイプをも手持ちのものを使ったりとかしてやってます。それでもボリュームないんですけど、なのでカールは抜群にいいです。しかも600円ぐらいで、9点のアプリで買って600円ぐらいで買います。一応落としづらいっていうのはあります。キャンメイク の下地とかも使ってる方は分かると思うんですけど、マスカラリムーバーをするかオイルクレンジングとかでちょっと抑えたりとかしてやんないと落ちづらいと思うんですけど、そんな感じのタイプになってるので、まあカールこんだけ強いのでしょうがないかなとは思うんですけど、もうちょっと強いて言えば落ちやすかったらもうこれしか使わないかもしれないそうで、普段の洗顔クレンジングは、お肌にいいものを使うんですけど、落ちづらいマスカラとかを使う場合にはマスカラリムーバーをするか、オイルクレンジングをコットンに湿らして押さえて、 こうやってやったら、この目の周りとかってサランラップぐらいしか皮膚の厚さがないので、こすっちゃ絶対ダメなんでしょう。なんでこうやって押さえて、でなんならこうやってギコギコってっていう軽く押さえる、で下もここにこうやってちょっとオイルで溶かしてこうやって動かして取る。さ、これ絶対ダメなんで、一度塗りとかだとそこまでじゃないく、まあ落ちるんですけど、2度塗り3度塗りすると結構こうやって本当に押さえてないと残っちゃうんで、オフもちゃんと落とさないと肌に良くないので、はい、しっかり落とせる方はおすすめあと買ったのがこの歯磨き粉なんですよ。これこんな感じで、そうで、ホワイトニングっていうことで出てる商品ですね。でこれもビフォーアフターを歯が白くなるか取ろうかなと思ったんですけど、私歯並びめちゃめちゃ悪くって人様に見せられる状態じゃないのでやめましたビフォーアフター出すの。なのでくんじくんじ、そうちょっとそう、これだけやられても分かんないかもしれないんですけど、3週間ぐらい使ってちょっと白くなったかなとは思いますけども、すごい白くなったっていうほどでもまだなのか、そうすんごいおすすめですっていうほどまだ実感が、でも気持ち白くなったような気がするそう、ちょっとこれもそのまま使ってみます。でね、これね、なんかね、
食べたことある味、あのスースーするっていうのもメンソールみたいのもそんなに強くなくって、何か食べたことがある味なんですけど何味か分かんないんですよそう、これ何味だったっけ、すごいずっと毎回歯磨くたんびに思ってるんですけど全然分かんない。すごいその後やっぱり白くなってたわみたいな、すごい良かったらまた出すかもしれないんですけど、とりあえず。で、あとは他にもいっぱいっていうか買ったんですけど、まあまあな感じだったので、あ、これも買いました、ティッシュ、じゃん。え、可愛くないですか、うん、グレージュにレモンイエローみたいな感じで可愛いと思って買ったんですけど、1300円ぐらいだったかな、まあ1000円ぐらいの T シャツなので、あのすごい生地が薄くって、もう 2,3 回洗濯もしてるので、なんかこことかよれてきちゃったので、おすすめはあんまり生地的にできないんですけど、あの色が可愛かったんで、ちょっとその後も部屋着みたいな感じで着ますいや普通に今日これでドンキ行ったんですけどねそう、可愛くない。あともう一色ホワイトとグリーンだったっけな、それもなんか買おうか迷ってたんですけどね、やっぱり1000円だとこういうことになるので、生地が薄いのですごい涼しくって今時期いいんですけど、首元これだとねちょっとよろしくないですよね。でもこれ顔めっちゃ可愛い、気に入ってるんですけど、そうドンキーとかはコンビニもこれで行っちゃいました。そう、平塚のドンキホーテ、あの水曜日に、全然ちょっと話違うんですけど、ペットグッズが 5% オフかななんですよ。なんでレイちゃんのあのお芋のおやつがもうすぐ切れそうだったので、夜な夜な行ってきましたそう、お芋のおやつと細切りのお芋と、あと骨っこみたいなやつの、しかもゴン太くんの絵が描いてあるやつが好きみたいで、なるべく置いてるようにしてます。で、一回ゴン太くんが売り切れっていうかなくて、違う骨っこ買ったらそれはちょっとお気に召さないみたいで、そう食べる時もあるし、なんかふんみたいな感じで食べない時もあるんですよね。そうなんでゴン太くんがいいみたい、あの骨の部分も美味しいみたいで、もう受け取ったら人に背を向けて一生懸命こうやって挟んで食べてますか。そう邪魔されないように背中向けて食べて、パパが近づくと逃げて安全地帯でゆっくり食べてます Q10 っていうアプリは、私は韓国のメイク用品、アイシャドウとかクリオだったりとか、エチュードだったりミシャだったり、韓国パック買いたい時もそこで買ったりすることが多くって、この冷感マスクは今撮る前に楽天とかでも見たら、多分同じものっぽいものが Q10 の方がちょっとですでも安かったです。そっからクーポン使ったりとかもできたり、合計金額によったりもするんですけど、使えれば Q10 の方が安く買えたりします。しかも韓国から来るのに 2,3 日ぐらいで届いたりするんですよ。まあ1週間ぐらいかかるものも、ものによってなんですけど、早いと本当に 2,3 日で届くんで、素晴らしいありがたいですよね。はい、ということで、冷感マスク、冷感というかは肌に当たるツルツル感が良かったなって思います。形は 3D の方がマスク息しやすいし、喋りやすいし、化粧も取れづらいし、いいかなって。はい、ということで本日もありがとうございました。髪ぐしゃぐしゃすぎて今もう3時なんで、夜中の3時なっちゃったんで、はい、じゃあこれ、まあ冷感じゃなくてもいいけど、肌荒れとかある方マスクで摩擦になっちゃう方は、冷感を試してみて摩擦少なくするっていうのを試してみるといいかもしれないです。
気になる方は試してみてください。それでは本日もありがとうございました。バイバーイ。